これ黒黒ね、料理屋か。同じコミューだからできないんだよね。できないですよね。できないね。じゃあこの日に連絡しよう。今俺は自宅でやってて、ノビは違うパソコンでやるんだよ。俺の声か、これが結構言われるな。何なんだろうな。お疲れ様です。むしろこの設定は向こうの放送も引き継ぐからやんなきゃいけないんだよ。 BGM 下げたらちょうどいいかな。こうっすかね。ノビの PC は乗ってないので結局僕がまた手配してます。今いい感じです。やった。良くなった。やった。入院治ったよ。とっくに退院してるよ。のび。きついね、ふなしくらいのテンションって。さすがに電話出れないか。14日の札幌は日曜日に帰りますよ。あ、そうだ、あそこの音楽変えよう。ペコス封じに上がったんだ。そっか、よかったな、ペコス。本当によかった。誰か13日じゃない、14日の北海道のイベントのみんな飲み行こうよ。ダメ？行こうよ。これはあの映像調整とランクマっていう、あ、ごめん、名目でやってたんですけど、問題はですね、8時からね、時間放送があるのすっかり忘れてました。曜日感覚がね。俺今日木曜日だと思ったんだけど、木曜日じゃないの？今日水曜だっけ？ちょっと大丈夫っしょ、着信入れてるからかかってくるっしょ、どうせ遅れるっしょ。ジンズザマ、ロークス
まあ、電話来たらやめればいいよ。え？放送やってる？とか独り言言ってると思うけど。黒黒さんと二人じゃないです。なんで知ってんの？黒黒が行くって。結構いいよね。俺あのゲームやってないんだけどね。伸び放送終わってから配信多分ね、やれないと思うな。20時からですね。ライン入れとこ。お前の放送やるまでギリギリやるから連絡しろ。え、すぐ始まった。嘘。嘘かい。確認しちゃったじゃねえか今。伸び伸び伸び。今放送してるから。素顔を始めるとき連絡して電話して。ヨールゼはいい感じっすよ。いい感じっていうかもう飽きたけどね。飽きたよ。さすがに。一応は鉄拳あるかな。エオルゼ飽きたよ。ぶっちゃけ飽きた。マジで意味わかんない義務感でやってるだけ。ラースのトリガーから3RP。 どれだ、3、6RP。詳しいよねゲーム。マジでなんかゲームのこと困ったらここに聞けばいいんじゃね。神話集めたバハしかやることないかも。それね、マジそれ。あ、違う違う、浮かすんだよね。8キャン含めるコンボ。ランスのトリガーから6。ああ、シャガパン打って。わかった、シャガパン打ってだよ。それシャガパン打ってタッチキャンして、マイレー RPLP って感じ。
ゆうさんの方ツイッチで、のびの方ニコ生ってできないの。どうなんだろうね、同じ配信ソフト使ってるから厳しいかな。やってみよっか、のびの方 NLE にしてもらえばできないこともないと思うけど。鉄拳は飽きない、マジで。鉄拳は本当にブレない、このゲームは。ブレない面白さ持ってるわ。そう思わないかい？すごいですね、マジで。エフェクターってやらないんだよね。でも音楽は知ってんだよね。メインのランクマはやらないね。ちょっとオンラインでメインやる気しないわ。それは本当にしない。これは僕のあくまでも個人的な僕だけの感想なので。前やってて分かったんですよ、アケでやろうって。クランスブレないなと思っちゃう。せこい。ジンのポテンシャルやばくない？使ってて思うんだけど、このキャラマジそこが見えないよね。いやパッと見強いとかじゃないんだけどさ、俺は FF 派ですね。受け流しもそうなんだけどさ、それどころじゃない感じよ。おワクオツです。あんま君は言うな。今ちょっと療養中、競走馬だって療養するでしょ。うわ、いいかな。やってる、やってる。これワンチャンあるよ。8時半ぐらいから始めるって。じゃあ8時半までランクもやるわ。それ文句ないっしょ。ちょっと待って、座布団を探さないことにはさ。よいしょ。座布団なきゃ高さが合わんのだよ、このゲーセン。8時開始って言ってたのに間違いないね。あれ、俺これ自動延長にしてるっけ。それが問題だよね。しっけ。今音との方どうだろう。音音はあんま問題ないかな。 OK。
8時半からあれだよ、誰だっけ、ノビノビの素顔放送。よっしゃー、苦し巻きで、チッチッ、はい、すごい、すごいことが起きた今。見た。投げしてくんな、ランバト配信この後だよ、ほぼ嫌いだわ。無事、これ無事、いい、いいフォロー入れたね。なんでのびさんにつなげらんねえよ、こんなテンションでのびさんにつなげらんない。コスモを高めろ、超気持ちいいよね。タケコンはね、今はソウルキャリバーね。これ FF の曲です。僕がやってる FF ではないんですけど。
どうした？キャリバやってないですよ。ただちょ、このレバアケコンがすごい評判良かったんで。こんばんにゃ。アケやらないから分からんけど、やっぱ少し楽感じる、感じますよ。Get ready for the next battle. 太蔵さんのペンが封じにいってるよ。それは行こう、行くだろうね、やつは。あ、どうぞ質問してください。ああ。ファイト。って感じじゃない。兄弟って何？スペシャルハンマーの弟なんだっけ？後半とゆったり勇気が兄弟なんですよ。あ、そうなの。後半とゆったりゆきってこの同じチーム組んでた？マスターカップで。いまいちよく分かってないんだけど、あのファランで、ファランが後半はスペハーの弟子で、あ、左ずれかわせねえのかよ。後半は福祉と組んでたの。ごめん、こういうのは本当ごめん。シュラゲ、シュラ来たわ。シュラあるね。ノビ繋げるぞ。ノビから返事来てるぞ。8時半から始めます。じゃあ8時半にやめます。この配信途中で終わりですね。伸び放送次第です。
どの軸で拾えるんだっけ。こっちだっけ。この BGM は PS3 本体に入れたいみたいな感じですね。こんばんは。 Get ready for the next battle. リベンジだ。12月っすね。寒いよ。 Round 1風神警戒してやろう。ショウ、お前はショウノーリス。初めて鉄拳士に行った時はどんな気持ちだったって。 6BR の時かな。あれはなんか一方的に変な、初めて対戦する人とやって対策も何も分かんないまま終わっちゃった感じだったんで、上がっちゃった感じだったんで。いやー疲れた。正面に来てはる。ああ今ダメだったか。さすがに覚えてるよ、誰かがあったの。まあトラちゃんだ。強すぎ投げ。我慢強いね、この人。どうした？レボンのフラヒってあれでしょ？確か。しゃがみになるだけじゃなかったっけ？しゃがみの前のスキルとかじゃなかった？相手。違った？そういえば真面目にレボで、あ、真面目にレボで甘しい枠ずっとやりました。ああ、はい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 。真面目な質問ね。
真面目に答えると予定ない。スティーブ使いなんだ。俺のスティーブはもう本当ないからダメだ。ノブさんがデボンにいたリリだった。なんでリリなんだろうね。強いのかなデボのリリ。ノビンちも家庭用放送やるからちょっと待っててね。今度はハイクオリティな家庭用放送。Get ready for the next battle. でもラマキン強いのかね。あんなに詰めたんだからやってほしいです。すいません、やりますわ。じゃあ無敵技とかなんだっけ、新技なんだっけ。ビコマンとスペハンって兄弟？いや、俺の中ではそうなんですよ。どうやらそれはガセネタっていう話があるんだけど。やった！そうですよ。ちょい待ちだったな、あのスライディングから。かわいそう。うわ、やってない。このチェンジ超困っただろうね。えっ！ってなってるでしょ。はい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 。ボンバーマンやってないんですか。気になる。本当それ適当に聞いたでしょ。俺のボンバーマン事情なんて。そうだね、そろそろやめるか。バス位置だな。合計に上がりました。やったじゃん。スペランカーまだですか。絶対興味ないでしょ俺のスペランカー事情。ボンバーマン放送面白かった、マジで。じゃこれラストにしますわ。あ、来た、伸びから。4からやった出ますよ。4からメインにありましたね。就活のアドバイス今度くださいっていけるっしょ。こんだけ元気にニコ生でコメントしてんだったら。これ段離れすぎじゃね。
あ、そっか、俺上がったのか。練り潰してくれるわ。ペハチブラだって。ラウンド1。ファイト。あ、俺ワンピー終わった。次のは得意っすね。なんだこの切れ目は。何に勝つんだよ。やばい、あー、プレッシャー。ジンは逃がしちゃってくれ。あー、危ない。このケイトって技がね、調べれば調べるほど強いんだよね、これ。そんなしゃがみ転身したら伏流出ねえだろ、常識的に考えて。いい角反だった。強一の角反だった。伸びにつなぐ。あ、伸びか出ました。まずい。伸び待て。しっかりしてる。よし、伸び。もし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 。終わった終わった終わった。今終わる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 。ちょっと待って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 。ちょっと皆さんこれでありがとう。お疲れさんです。すみません、伸びにつなげますわ。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。伸びじゃあ OK やっていいよ。あ、はーい。